所、誰も知らない遠くの世界に。私は父を殺め、母に裏切られ、組織を裏切り、そして国民からは見捨てられました。でもシド君だけは最後まで一緒にいてくれる。何があっても。だからもうあなただけがいれば。僕はこの曲が好きなんだ。世界がずっと見やすくなるから。世界が。僕は世界を二つに分けた。大切なものとそうでないものに。それはなぜ。そうしなければ叶わない夢があったから。夢。時間は有限だ。労力も有限だ。だから大切なものに全てを注ぎ、僕はそれ以外のものを切り捨てたんだ。大切な私だけのために。でもそれをするには雑音が多すぎた。雑音が世界を濁らせて大切なものを隠してしまう。何が大切なのかを人は簡単に見失ってしまう。僕が思うに世界は明るすぎるんだ。だからいろんなものが見えすぎて大切なものを見失ってしまう。それは。だから月の光に照らされているくらいが僕らの世界にはちょうどいい。みんなも目を凝らして大切なものを見失わないようにするから。僕らは月の光の下で大切なものだけを見ていればそれでいい。だから月に照らされた世界で貴様には何が見える。シド君。シド君。私は。